皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデラインオスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、英雄伝説戦略的3実況プレイパート22です。やっていきましょう。いよいよ気候兵の試験っていうか教練になるのかな。本日からの気候兵教練は第二分校にとって重要な意味を持つ。合同教練を行う戦術家と特務家、バックアップを担当する主計家ともども万全な状態に仕上げてもらいたい。週末の特別演習に向けてな。了解しました。まあ正直1日そこらでそこまで仕込めるかわからんが、でも生徒たちが身につけられるよう可能な限りサポートします。よろしく頼む。早速準備に取り掛かってもらおうと言いたいところだが、その前にシュバルツァ、確認しておきたいことがある。自分ですか？ああ、今朝ある運送会社から問い合わせがあってな。昨日リーブスに配達に行った折、とある黒髪の青年に業務を手伝ってもらったとか。かの有名な灰色の騎士にどことなく似ていたそうだが。ああ、あの時のどうにも放っておけなくて、その何かまずかったですか？やはり君だったか。町の住民からも似たような連絡が入ってきていたが、リーン君らしいというか、学院生時代も生徒会が引き受けた雑用を何度も手伝ってもらったっけ。懐かしいですね。へえ、そんなことをね。俺もちょっと懐かしくなってくるな。え？責めるつもりはないが、少しは立場を考えたらどうかね。軍事学校たる士官学院の教官、それも灰色の騎士がくだらん雑用を引き受けるなど。いや、実に素晴らしき行いだ。文校長？どういうことですか？要するにシュバルツァーは自ら体現しているのだよ。世の礎たれ。かの獅子神皇帝の言葉をな。いや、そんな大層な話では。ならば境あるトールズ第二分校としてはしかと支えるのが筋だろう。ひとえにひな鳥たちの今後の成長のためにも、町の住民たちとの橋渡しとなってもらうためにもな。え？それって。なるほど。第二分校の設立はかなり唐突だったと聞いています。その意味で住民との、これなんか中の会は、今後の課題とな思っていましたが、うん、分校長として次の段取りは引き受けさせてもらおうとしよう。そなたらは今日の気候兵教練と来たる特別演習に備えるがいい。まあ結果オーライってことですかね。なんか余計な仕事を抱え込んじまった感じだな。大丈夫リン君？まあなるようになりますよ。とにかく今は分校長の言う通り気候兵教練に集中すべきでしょう。道理だな。まあいい、この件については君と分校長の判断に任せる。それでは各自準備を進めてくれたまえ。解散。自由行動日の開始時にクエストが届くようになりました。事象以降は隠されたもの以外、最初から依頼内容と場所を確認できます。行動の指針として役立ててください。
その後、リーンたちは大急ぎで準備を進め、いよいよ分校初となる気候兵教練が始まるのだった。そうか、今回やっぱね、キャラクターたち全員が気候兵に乗って戦ってくれるわけですね。だから差し入れの戦いっていうか、もうリー一人対いくつかの気候兵、気候兵みたいな感じじゃなくて、仲間全員気候兵乗って、相手も気候兵乗ってみたいな、だいぶ本当スパロボチックな戦いになるかもしれないね。単性 RPG バージョンスーパーロボット大戦みたいな。なんとか間に合ったか。教練中は任せる。生徒とも動かすなりして適宜対応するがいい。はい。相変わらずむちゃくちゃなじいさんだな。それについていけるあの子も大したもんみたいだが。ええ、リベールきっての技術者一家の出身だそうです。それにしてもさすが人手不足だとは思いますが、しかもろくに訓練もしないで週末に現地へ出発だからな。できれば基本操縦だけじゃなくて模擬戦くらいはできねえか。ええ、リスクはありますが勘のいい子ならいけるでしょう。生徒の数は分担するとして、ランドルフ教官はヘクトルでいいんですよね。重装機構兵ヘクトル2型。ああ、若干扱いづらいがパワーがあって俺好みの機体だ。お前さんは生え抜き神じゃなくてドラッケンで教えるんだな。汎用機構兵ドラッケン、しかも太刀じゃなくて機構兵用の剣を使うんだって。ええ、さすがにバリマールはお手本にはならないでしょうから、騎士剣術も父から教わっているので、なんとかなると思います。そっちの方は頼むぜ。あとはあいつらの準備が終わるのを待つだけだが。そういうシュバルツァ、ラジオとか聞いてたりするか。ええ。まあ、人並み程度ですか。いや、クロスベルトもさ、去年からラジオ放送が始まって結構聞いてたんだよな。時事放送ってのはつまらんが、トリスタ放送ってのは好きでさ。そこに来て昨日の新番組、いやー、進行役のミスティさんってめちゃ好みの声とトークなんだよな。何でもしばらくの間休んでたのが復活したんだって。ええ、まあいろいろあったみたいですね。本当のことを知ったらさすがに驚くだろうな。言えねえよな、秘密結社。に予言、気候兵教練。シドニー、状態がふらつきすぎだ。もう少し腰を落として滑るように前進するといい。無茶言わないでくれよ。さすがだな、ゼシカ。そのまま旋回して交代しな。へえ。なかなかうまいもんじゃん。まあ、教官賞はともかくね。で、バリマールはお留守番と。もう全員動かす程度は問題ないって感じかな。はあ、本当に気候兵に乗る羽目になったなんて、クロスベルの人たちに申し訳ないっていうか、その割にはノリノリで基本操縦はクリアしていたみたいですが。ああ、僕よりも早く慣れていたくらいだったな。乗った経験はないんだろう？うん。でも警察学校で動力車の運転はしてたから、一度掴んだらスムーズに動かせちゃったっていうか、運転感覚の延長か。先生の勘かもしれないな。私は若干つまずいたので、素直に羨ましいです。
どうもクラウストラスと比較してしまうみたいで。へえ、そういうものなんだ。じゃなくて慣れたくないんだってば。よし、少し早いが簡単な模擬戦をやるぞ。これから俺とランドルフ教官が交互に君たち2名の相手をする。呼ばれた者は前に出てくれ。まずはユーナ、クルトっていきなり。せっかくの機会だ、見極めさせてもらおうか。お二人ともファイトです。へえ、乗るのは両方ドラッケンか。不敵な意味はあげて、なんかね、かねえな。あ、ちゃんとガンブレーカー持ってる。で、双剣なんだ、ちゃんと。二人とも基本操縦はできているから、模擬戦もなんとかこなせるだろう。樹脂製の練習用武器だから、ある程度武者しても大丈夫だ。生身での実戦感覚を生かして、思いっきりかかってくるといい。んだ、それはどうもご丁寧に。2対1。鬼神どころか太刀も使わないなんてさすがの余裕ですね。あいにく飛行兵用の太刀は発注されていなくてね。言っておくが、俺は去年トールズ本校の飛行兵教練で散々乗りこなしている。君たち二人程度の相手ならはっきり言った余裕だろうな。言ったわね。ならば存分に胸を貸してもらいましょうか。いざ尋常に勝負。相手がリーになるんだ。なんかリーに勝つってのもなんかちょっとな、気持ち悪いけどな。新気候兵戦について。新気候兵戦ではヘッド、ボディ、アームの3箇所とどれかを攻撃できます。それぞれの部位は異なる崩し有効度を持ち、星が多いほど崩しの発生確率が高くなります。崩しが発生すると追撃することができ、ブレイクポイントが1入ります。 BP を2貯めて敵を崩すと強力な必殺技が繰り出せるので、積極的に狙っていきましょう。崩し有効度は敵の構えごとに変わるので見極めて攻撃してください。僕の番だな。おっしゃー、まあクラフトは、あ、同じような技使えるんだね。まああまり無駄遣いはせずに行きたいかな。あ、でも CP、 あ、でも CP か。いや、とりあえず攻撃をしていきましょう。とりあえずそうだな、ボディ狙っていこう。あ、オッケー。そこだ。もらった。た。敵のターゲットと防御について。敵が攻撃しようとしている対象にはターゲットラインが表示されます。ターゲットラインは L に押すことでコマンド選択肢にいつでも確認することができます。敵のクラフトはダメージが大きいので防御をうまく活用してしのぎましょう。まあ今あれ駆動状態だから駆動解除できればいいんだよね。でも次のターンで、クールとボケるからスピードダウンでも入れておこうかな。かな。逃がさない。ファイヤー。よし、入った。行くぞ。でここでレインスラッシュじゃない、これこっちか。そこだ。よしよし。そこだ。もらったんだ。なかなかやるな。はっ。あ、お、使われた。行くわよ。よし、くらえ。僕の番だ。よし、いけるいける。はっ。崩れた。必殺。よし。マンダールの剣。いけるじゃん。よし、やったわ。お、レベル上がった。まだまだこれからだ。このレベルアップは大きいね。やった。いや、いい感じだな。今の感覚を覚えててくれ。
余裕か。さすがですね。よし、お次はウェイにレオノーラだ。二人が降り次第登場。獲物を取って前に進みな。イエスサー。教官とは一度やり合ってみたかったんだよね。なるほど、やっぱリンは手を抜いてたか。まあバリマールじゃない時点でも相当なね、ハンデでしたけどね。二人ともお疲れ様でした。悔しい。途中から手を抜かれてるって気づいてたのに。こちらは初登場さ。気にする必要はないさ。手を抜かれてたとはいえ、やっぱり納得いかないな。どこか手ぬるいというか、甘さがあるというか。参りました。さすがだね。あれをかわされるなんて。ったく、初めてできなり使いこなしてんじゃねえっての。次はそうだな。アッシュにゼシカ、いけるか。ええ、望むところで。ふん、お断りだな。おい、アッシュ。ちょっとあなた、どういうつもり？ああ、お前さんとの共闘に文句があるわけじゃねえよ。せっかく模擬戦をするんなら、面白い趣向がいいと思ってな。ランドルフ教官、ヘクトルを貸してくれねえか。どうせだったら1対1でシュバルツァー教官の胸を貸してもらいたいと思ってね。そいつはいいさ、その条件でやってみようか。ふん。おい、いいのか。ええ、差し支えなければ。せっかくやる気になっていることだし、水を差すのももったいないでしょ。やる気ね。まあいい、せいぜい鼻っ柱を折ってやってくれよ。お、次はリンか。なんなのよあいつ、さすがに生意気すぎない？ユーナさんは人のことは全く言えないと思いますが。うん。全くその通りで。礼を言うぜ、シュバルツァー教官殿。せっかくだから英雄様の凄さを直接味わってみたくてね。別に構わないが、いきなりヘクトルで大丈夫か？パワーがある分扱いは難しいから、初心者にはハードルが高いぞ。ああ、そうみたいだな。だがこいつを使うには少しパワーが必要なんでな。その距離では。いや、奇襲用のギミックだと。やりやがる。だが先手はもらったぜ。なるほど、面白いもの持ってんな。なんかすげえ打ちまくられてるけど。俺の番だな。そんなに打ってくる？もう。行くぞ。なんか高い気がするここ。俺の番だな。クラフトはツインスラッシュだけ。うん。いや、これしかないからガンガン使っていこう。甘えてんな。いや、ここはもう技で押しちゃおう。さすが楽勝。マジかよ。よし、これで大丈夫だ。いや、しかしあいつできるな。
なんとかしのいだか。っていうか最初のあれ、さすがに汚すぎない？確かに、開始の合図の前でもありましたし。ああ、ウオ尊ぶ帝国人の風上にも置けないやり方だ。だが、あの瞬発力と今日ついた奇襲は。くじったか。おい、アッシュカーバイド。開始前の奇襲はともかく、あのギミックは何だっつうの。昨日追加で届いた装備だが、なんであの仕掛けを知っている。偶然っすよ偶然。振ったらたまたま飛び出ただけさ。シュバルツァー教官、胸を貸してくれて感謝っす。また機会があったらよろしくお願いしたい、ね、したいもんだぜ。あ、いつでもいいぞ。ちなみに先手後のラッシュはちょっと大雑把すぎたな。一撃一撃を的確に繰り出せば次にも繋ぎやすくなるだろう。ふん。おい、これアッシュ。ったく、すまねえな。どこか危なっかしいやつだと思っちゃいたんだが、結構な問題児みたいですね。ですが、あの天性のバネ鍛えれば相当強くなりそうだ。ああ、そいつは同感だぜ。なんか、3の気候兵戦は楽しいな。その後、気候兵訓練は午前中のうちに一通り終了し、昼食後、興奮も冷めやらぬうちに、週末の特別カリキュラムについて生徒たち全員に伝えられるのであった。おー、マジか。専用列車に乗ってサザーランド州の遠征やて？なんだかワクワクしてきましたね。ですが、入学したばかりでどうしていきなり。まあ、それが命令ならこっちは従うのみだけど、金曜日ということは、あまり準備期間もないな。食料とか現地調達できるのかな？豊かな山の幸がさぞや期待できそうだな。出発は金曜の夜。それまでになすべき準備をクラスごとに決めてやる。担当教科の指示に従って備え、英気を養うこと。以上だ。入っていきなり地方での演習だなんてね。サザーラント、エレボニアの南西の州だっけ？ええ、ここからだと列車で数時間ほどですね。サザーラントか、懐かしいな。確かリベールに一番近い地方だったっけ？ということは、聞いてた通りの行き先か。行ったことはねえはずだが、ひょっとしたら。サザーラントって言ってあれですね、1でも2でも行ったことないですね。じゃあ3ではこの演習でそういう1や2では行かなかったところに行くことになるのかな。ランクアップだな。はい、褒美を渡すとしよう。剣士のエンブレム。この調子で励むがよい。 OK。 はい、では今回はここまでにしておきたいと思います。さあ、というわけでね、次回はいよいよ特別カリキュラムということで、サザーランド州に向けて、みんなでね出かけることになりそうですね。では、英雄伝説メックス3実況プレイのパート22はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見切れなー。